たエクステなんですけど、髪色もちょっと赤っぽく実はヘアチェンジしたんです。いまだにライブの筋肉痛わかる、私も筋肉痛。ちょっとチアダンスしてたの？お疲れ様。お仕事です。こんな時間までありがとうございます。お疲れ様です。社会科見学行ってきた。どこ行ったんだろう。余韻すごすぎて一生懸命聞いて嬉しいねえ。本当になんか私のインスタとかインスタの投稿とかにも書いたんですけど、日記、ファンクラブの日記とかにも書いてるんですけど、本当にいろんな方に支えられてガールズガールズは活動ができてるなってライブを通して改めて思いました。キラちゃん言葉詰まった時自然と頑張れって叫んでた。もうねダメだよ、みんなが頑張れとか言ったらもうね逆に涙。いやすごい嬉しかったです。本当にライブでペンライトの使い方上手くなりました。もうね変えるの必死だよね、メンバーによってね。皆さんすっごい変えてくれるから本当に優しい、温かい。どの瞬間もキラちゃんも素敵すぎて、素敵すぎてずっと目で追ってた。嬉しい、ありがとう。ずっとキラの名前呼びまくってた。好き、ありがとうね。前学校で寝落ちパン流れた。チップ見てよ。今日あれですよね、朝から目覚ましさんとかがガールズのライブを特集してくださってて嬉しかったです。すごいこの時間めちゃくちゃたくさん見てくれる。ちょっとお家なのでなんかあまり私スイッチが入ってない。いいですかそれでも。キラのうちを振りまくってた。嬉しい、買ってくれたのかな。エンタメでやってた、見ました。頑張れ、あれは泣いてください、涙ちょうだいって。ステージだったキラちゃん大好きで、ありがとうございます。姉子すれ違いだったの。明日がテストなのに勉強できない。あら、見に来ちゃったんですか。じゃあこの配信が終わったらお勉強頑張って。キラヨーカのラップかっこよかった、嬉しい。トロッコ早かったよね多分。そう、すごいいろんな方のこんな感想とか見ながらトロッコが早すぎたみたいな。確かにトロッコは早かったかもしれない。もうね多分1曲で2周ぐらいしてたんじゃないかなってぐらい早かった、体感が。キラちゃんのガチャガチャ、キラちゃんの B 賞出た。学校でレターズ流れた、何それめっちゃいいじゃん。ユナチが来てくれた、ユナチュアパネで号泣しちゃった。ラストね、ほんとそう、トロッコも本当に夢でした。トロッコに乗ってライブができるなんてびっくりだよね。ガールズガールズトロッコに乗ったんだよ。それも本当にみんながここまで連れてきてくれたおかげだと思うし、でも本当なんか2階3階の方のお顔もしっかり見えてすっごい楽しかった。6年目もトロッコのように走りまくる。もういいこと言いますね。本当にビュンビュンで走りまくりましょう。本当にそう、髪赤くしたの。トロッコもっと乗ってほしい、乗りたい。ちょっとさ見て、癖でなんか書きようか。トロッコ近くまで来てくれて、そう近くに行きたいっていう思いをね、スタッフさんとか皆さんが協力してくれてトロッコができました。しかも本番で初めてトロッコに乗ったのね。あ、ゲネあったんだけど、リハとかあったんだけど、そうメンバーみんな捕まって、そう捕まんないとね転んじゃうのよ、危ないのよあれ。CD 特典のキラちゃん、どれか3種当たったら大切にしてください。今学校でガールズガールズを布教してます。最高です、ありがとうございます。今度ツインテール、あ、こんな嘘ならいけるかも。下ならガールズガールズ360度見えて嬉しかった、ありがとうございます。トロコとキッズが出たらもう LDH って感じ。確かにキッズのパフォーマンスえぐくなかったですか皆さん。みんなが揃ったトロッコの真下で幸せすぎました。あー、お疲れ様です、ありがとうございます。これからもずっと応援するね、ありがとうございます。うん、トロッコ本当に距離が近かった、みんなと。だって手伸ばしたら下にアリーナにいるお客さんに届く、本当に手が。なんで色変えたんですか。ライブのために変えました。ライブ1回きりだけどなんか色変えてみようかなって思って、
斉藤さん、ありがとうございます。そう、今来てくださった斉藤さんって方がガールズガールズの衣装を毎回作ってくださって、本当に天才なんです。私たちを毎回可愛くしてくれる天才スタイリストさんです。ライブ行ってよかった、気持ちが再熱した、嬉しいね。なんかもっともっとね、まだまだあのあれだけじゃないんで、ガールズガールズもっといろんな顔見せれるんで、ぜひ期待しててください。誰が見てくれてる、うわ、斉藤さん天才です。天才なんです、本当に。5周年ライブ、高校の後輩が来た方出てて、じゃあ次のライブにぜひ呼んでください、一緒に来てください。今回特にみんなの良さが出てた衣装、もう本当にめちゃくちゃ可愛いよね衣装。また来たい、あの1回きりじゃもったいないって思うぐらい本当に。ガールズガールズ福岡ライブ行きたいよ、いつある？福岡ライブやりたい。代々木オーストラリアから行きました、そんなそんな遠くから、ありがとうございます、嬉しい。余韻やばくてテスト勉強できません。余韻に浸りましょう、浸れるだけ。ミラジミラジです、超エモかった。そうなんです、あのスーパーオハタイムをあのとわみなみ私で踊ったんですけど、もともとミラジミラジっていうグループで活動してたので、そうなんか煽りを、ここはミラージュミラージュですってよってみんなで話し合って、そうだねってなって、職場待機のスタッフさんが遊戯テキラさんの良さについて語ってました。マジで嬉しい、聞きたい、キラにも聞かせて。ガールズガールズ展やって、歴代の衣装みたい、確かになんだかんだやったことないね。キヨちゃんです、応援してテスト頑張って。今度ミラージュの曲で娘がダンスします、見たい。何の曲で踊ってくれるんですかね。ソアラと仲良くなったきっかけ知りたい。あー、ソアちゃん、ソアラちゃんは私がもともと勝手にファンで推しで、一方的にあーもうこのソアラちゃんっていうこの曲すっごい大好きで、もうめちゃくちゃ聴いてたんですけど、ある時こうニコフェスの時にソアラちゃんが野外ライブをやるっていうのを知って、で本当に本当にファンとしてあの見に行ったんですけど、そしたらちょうどソアラちゃんのメイクを担当してた方がガールズガールズのメイクさん、メイクもやってくださってた方で、そのきっかけでまさかなんとあのソアラちゃんに会わせてくれるっていうことで仲良くさせてもらってます。今でもあのソアラちゃんもライブに見に来てくれて嬉しい。目指せドームツアー、本当にね、ドームね立てたら最高だよね。ね、ガールズガールズがドームに立ってる姿をお見せしたいです皆さんに。ネイルかわいい、これもねライブに向けて変えたんで、白衣装だからちょっと白も入れて見ました。今日娘が誕生日おめでとうございます、素敵な一年にしてください。最初ステージに上がってきた時の気持ち、やっわーです。すっごいとね、本当になんかみんながいると思って、いやーなんか自分本当に代々木のステージ立ってるんだっていう、最初から泣きそうだった、本当は危なかった。キラちゃんまたラップ上手くなってた、嬉しい、もっと頑張ります。マジでライブ最高だったし、鬼川でした、ありがとうございます。ツアーやる、あのミニっていうライブを開催します。続きはそれは東京だけじゃなくて、結構九州の方にも、いや今まで行ってない、今まで行ってないじゃない、ちょっと県外、他の地域にも県にも行かせていただきます。ライブ家族見に来てくだりまし、くれました。ミニの内容が気になりすぎる、そうですね、ミニ、どんなミニでしょうか、ミニライブ。撮影会、赤髪キラさんと写真撮れるんですか。撮れます、そう、しかもネクステしてるからさ、あのヘアアレンジが無限大なのよ。
はい、福岡に遠征しようか、迷い中、一緒に遠征しましょう。クリックかっこよくて惚れ直しました、嬉しい、大好き大好き。よくゼップ福岡行ってる。そうなの、ネックレスディオールです。ミニ、みんな来て、ミニミニミニ遊びに来てください。うわ、衣装トラブルにはびっくりした。気づいてる方がいる。聞いてください、私本番に衣装がぶっ壊れました。なんとリハでは全然大丈夫だったんですけど、一発目アイワナ宣言パフォーマンスだったんですけど、その最初踊り出しの瞬間に、私こう片紐がついてるんですけど、片方の紐が I wanna crush you でブチって取れたんですよ。マジで、はー、踊りながら待ってみたいな、なんか今ブチって取れたよね。しかも1曲目だよ、1曲目でブチって取れて、あ、待ってやばいって思って、これどうしようと思って、でもリハでは何もなかったの、本当にね、本番でまさか来ると思わなくてびっくり。見えてたんだみんなに。もうマジでマジで焦ったんですよ、待ってこれ見えるみたいな思って。でも髪の毛がこう長かったんで、一応こうね隠せてはいたかと思ってたんですけど、バレてました。そう、 MC 入った時にマネージャーさんから来て来てって呼ばれて、つけてもらって、え、やばい、斉藤さんこれやってる。違う、斉藤さんのせいじゃないです。ほんま私が張り切りすぎて、パワフルになりすぎたっていう。失礼しました、本当に。まあそれもね、ライブならではだよねっていう。気づいてたみんな、やっぱり。白のキラキラ衣装好き、可愛いですよね。長野行きたい。キラちゃんです。センターステージ見やすかった。そうなんです、今回初めて360度のステージで、もうね全方向にみんながいるから、どこ行ってもみんなの顔が見えるし、なんかすっごいステージに立っててすごく楽しかった。みんなが楽しそうにしてる様子とかも本当に結構肉眼で見えてたし、近いって思ったかも意外と。ママと参戦した時は楽しかった、嬉しい。トロコがめちゃくちゃ近くでびっくりした、びっくりした、近くに行けてよかったです。あるあるできなくて、あれはエンドステージでのあるある。でもなんかセンターだったし、別にフーってする暇もないぐらい楽しくて。ああ、鉄塔さんありがとうございます。キラちゃんトロコで気づいてくれてありがとう、こちらこそ。ミニって平日の日、ミニライブって平日の日って夜だと思いますよ、夕方かな。モニター見ててみんなのバックにペンライトの光が美しかった、それは本当皆さんのおかげです。皆さんが私たちをこうね灯してくれて、私たちが輝けてるのであって、本当でもね、バラードコーナーとか私マジで危ない。スキップありがとう一言あなたにをみんなで歌ったんですけど、ねえ、あんなペンライト見てたら泣かないわけないじゃんって思いながらも、ここはちゃんとみんなに聞かせなきゃって思いながら歌ってました。ミニライブ平日そうだけど、多分夕方ぐらいだから、みんなねちょっとね場所とかもあると思うけど、ぜひ私たちのライブに会いに来てください。楽しみすぎてうちわの袋壊れた。やだ、でもそれぐらいの楽しい気持ちを持って来てくれたことがすごく嬉しい。キラモモルイ会えた、昨日のあれかな、アメコかな。スキップのキラちゃんの歌も嬉しい、頑張ってよかったと思います。そうやって言ってくれると。ヨーカちゃん、ヨーカありがとう、爆泣キャンキャンです。いや、マネージャーさんはもうリハの時からありがとう一言あなたに歌うためにずっと泣いてくれてて、ヨーカ今日ヨーカとばったり会ったんですよ。今日みんなオフ、あ、みんなかわかんないけどオフだったんですけど、まさかのヨーカ一家とプライベートで遭遇してしまい、そうびっくりした。
リハから泣いちゃうマネさん可愛い、間違いない。ヨカちゃん、ヨカちゃんコメントしてたよ。え、今読んだよ。え、読んだやつだよね、今日あったねってやつだよね。妹たちがキラいるよって騒いでた。そう、妹なんか先に妹なんか妹ちっちゃい子いるな可愛いと思って、でもなんかちっちゃい子の声聞こえるなと思って、でも目の前見てたら待ってなんか見たことあるって思って、そしたらあれ陽花のママに似てるって思って、そうで、あれで妹たちをパッて見たら、いや絶対陽花の家やと思って、そうで陽花はちょっとね、あのそうお仕事をリモートかなんかやってて、そうあんまり喋れなかったんですけど、そうえなんかプライベートでメンバーと遭遇ってめっちゃ嬉しいと思って、おばあちゃんも気づい、おばあちゃんめっちゃ可愛かった。マジ妹もママもみんな可愛かったんだけど、おばあちゃん一番可愛かった。マジで陽花のおばあちゃん可愛い。そうおばあちゃんも気づいてくれて、おばあちゃんともお話しさせていただきました。そうそう、小川ファミリーはやっぱ人数が多いし兄弟も多いからマジで目立つ。マジもう妹たちに会えたことがすごい嬉しかった。マジで癒しをありがとうっていう今日の。ヨカバーバかわいい、マジかわいい。文字読んでくれてありがとう、こちらこそ。ほのぼのスキル間違いない。そうなんです、なんかさ偶然会うことってマジでないじゃん。しかも今日会った場所もまさかこんなとこで会うと思わないっていう場所だったから。そうキラが妹たちあーってなった時に、妹たちが一斉に外に出て行って何しに行ったんだろうと思ったら、多分陽花にあのキラいるよって伝えに行ってくれてたのかな。キラちゃんは一人だった、私は一人でした。家に遊びに行けば確かにおばあちゃんに会いたいわけです。間違いない。いやだってさ陽花のおばあちゃんに会えることキラないから。そうそう、時間かぶってるのもマジ奇跡。そんなね、だって時間タイミングバッチリだった、マジで奇跡すぎる。マジで奇跡だと思った、本当にライブ行けなかったけどどっかおいしいんだよ、ありがとう、よくお願い聞いて。宿題終わらない、頑張れ。トロコ爆速すぎて笑った。 妹ちゃん何人くらいいた、何人くらい、 3?3、4 人くらい、いや3人かな、うん3、4人くらいいた。トロコすごい早い時間、早い時あって心配だったよ。本当ですか、でも超楽しかった。キラさんの DT エグすぎて、キラは3連だったからぶち上げ、ええー、嬉しい。てか衣装着てくれてたよね、衣装見ちゃった、もしかして運命共同体。まさかだよね、本当に嬉しい。夜ご飯食べました、トロッコ人力本当に下でふさふさの皆さんがもう押してくれてありがとうございますっていう。えん、そう今日はじゃあ9時15分ぐらいまでにやろうかな、15分までします。今日はキヤちゃん福岡来たことある、めちゃくちゃありますよ。私地元が長崎なので、福岡は EXPG 福岡校だったのでほぼ福岡にいた、中学生の時は。みぐりありがとうございました、こちらこそ、キランキラン。マジで感動してライブして嬉しい。トロッコ爆速ってアメコでたくさん言われたんだけど、やっぱ早いんだね、マジ。いやね、キラたちさ乗ってる側はさ、なんだろう、早いとは思わなかったよね別に。まあ、確かにこうガタンガタンするなって思ってたけど、そう皆さんから聞いて、えあんなに早、そんな早かったんだって思って、ダンス上手に寝たい、一緒に頑張ろう、こんな時間にキラさんに会えて嬉しい、私も嬉しいです。ああ9時15分かブレイキンなんかちょうどいい時間で、おブレイキンやってるの、頑張ってね。アメコではオフで来ていたの、そうです、あのヨーカとミナミが
昨日店員、あの昨日ガルシャリがラストだったので店員さんしにあの行ってたと思うんですけど、そう、それを目的に行ったらまだいなかったっていう、そう、帰り際にすれ違っちゃったっていう。クレタとユズちゃん怖がってた。キラの来てるね、いつある、キラ不足だよ。あのもう撮影したので皆さんそろそろ私の来てるねが久しぶりに来ると思います。キラちゃんのこと泣きそうなぐらい好き、嬉しいです、ありがとうございます。最後のテープ最高だった、金テープですかね、みんなめちゃくちゃ撮ってくれてた。昨日来ると思わなくてすっぴんだった、そうだったの、全然わかんなかった。トローク早かったけど近くで会えて嬉しかった。いや私本当に嬉しかった。一番頑張ったの歌ダンス、うわー、どっちももちろんみんなでどっちも頑張ったし、私は歌かな、歌。今回なんだろう、ピアノをみなみとヨーカがギター弾いてくれてて、それでありがとう一言あなたにを歌うところがあって、なんかやっぱ曲調も感動じゃないですか。これでなんかこう変な歌を聴かせられないと思って頑張りました。金テープ1枚上の席の親子にあげ、そう、なんかそれもさ、金、なんかその皆さんの、みんな、みんな本当にあの会場にいたみんな温かいなと思って、あの SNS 結構よく見てるんですけど、なんかこう金テープ持ってなかったけど何々さんからもらったとか、会場であのいっぱい持ってた方がくれましたとか、なんかみんながみんなこう独り占めせずにみんなにこう配ってあげたりとか、すごいなんかこうガールズの輪がすごいちゃんとあって、でもそれ本当にみんなが優しいからだし、本当に素敵な人が集まってこの会場の、なんだろう、みんながあったかい人だから私たちもこんなステージに立てたんだなってすごい嬉しかった。そのツイートとか見た時にね、キラちゃん歌がめちゃくちゃ上手くなってた、もっと頑張ります、ありがとうございます。今日チップガールズが映ってた、見ました、私もすごい嬉しかった。あ、仕事お疲れ様です。優しい人がいてくれたから金テープもらえました、よかったね。届かないところもあったと思うからね。そう、ラップ最高ですね、ありがとうございます。そんな嬉しい。ガールズガールズで世界平和、いいね。今ガールズガールズ聞いたら泣きそうです、泣いてくださいね、それだけ愛を持ってガールズ応援してくれてることが嬉しいです、本当に。わあ、もうなんか寂しいよ、もう代々木終わったんだみたいな、代々木のステージに自分立ったんだって思ってた時に寂しい、もう一回やりたい。初めてガールのライブ行ったけど最高やった、嬉しい、また来てほしいな。エンジンで泣いた、大丈夫かな、大丈夫の曲のね最後に、ライブの余韻に浸りまくってる、嬉しい、浸ってください、私もひたひただよ本当に。ラップのリリックめっちゃ良かった、好き。そう、あのねラップね聞いてほしい、みんなに改めてちゃんと。あのね、私のパートでありのままでいい自分らしさにイエー、誇り持っていける女子はみんな美しいイエーって歌ってるんですけど、本当その通りだって思いながら、行きます、来て嬉しい、マジね。ラップリルックでもなんか日記とかに出そうかな、ヨーカと今回は2人で歌わせてもらって、ユーネクス入るか迷ってます、入った方がいい、入った方がいいですよ絶対に、私も入りますもん、入ってますもん、ユーネクストでライブの模様が配信される。ソアちゃんが来てくれたよ、ソアラちゃん、マジ嬉しい、ソアラちゃんが来てくれた、素敵。ユーネクスの配信楽しみ、ぜひ見てください。ラップマジでも本当ですか、嬉しい、そうやって言ってくれて。リリックは自分で考えたの、考えましたね、なんかまあ全部じゃないけど、どういう感じにしたいかとか、どういうニュアンスにしたいかとか、こうテイストだったりとか二人で考えてようかと。で、なんかこう強い女性
をなんかイメージして作らせてもらいました。リリックとかもやって、いやーねー無理かわいい、本当にかっこよかった、ありがとうソラちゃん。ソラちゃん見に来てくださったんですよ、大阪からわざわざ、本当に嬉しい、感謝。しかもあの当たってたんです、あのボードのやつ、サイン入りの言っていいか分かんないけど寄り道本当にいい曲ね。そう寄り道ね、なんかこう私もライブやっててガールズガールズの曲っていい曲多くないと思って、いい曲しかないんだけど歌詞がすごいいい。キラちゃん今仕事だった、お疲れ様です。スタリアみんなで考えましたよ、もちろんみんながどうやったどの楽曲でどう次に行ったら楽しんでくれるかなとかめちゃくちゃ考えました。パンケーキうまい、パンケーキ食べてるのください。最近算数むずい、小学生かな、算数ね難しいよね、わかる。茨城県行きたい、パフォーマンスのフォーメーションすごかった、嬉しい。そう今回円形だったんでもう既存の立ち位置はほぼなかったかもしれない。ライブ楽しませてくれてありがとう、こちらこそお祝い一緒にしてくれてありがとうございます。聞くと楽しいし歌詞見ながら聞くと感動する、えめちゃくちゃわかんの、なんかプライベートでも自分の楽曲聴いちゃってんだよね、ライブ終わっていい曲だなって。そうね、5年間もさね、普通になんかすごいなって思って、5年間も一つのグループ、まあ一つのグループをこんなにも好きでいてくれる皆さんが代々木の会場に集まってくれて奇跡だなって、本当にどうやって立ち位置覚えたの、間違えそうじゃん。いや最初やった時にんこれはもう無理かもしれないって本当は思った、大丈夫かなみたいな、だけどなんだかんだやりやすかったかもしれないです。お風呂何何何、今お風呂がいい、髪乾かした方がいいと思う、それともこの配信、それは乾かしながら配信を見ましょう。なんか会場見だけ泣けたら嬉しい、ガルファンと今会えた、ご飯行きます、仲良しだね、いいね、たくさん業界の方も来てて D リーグの人も来てて、そういう人が見たくなるライブなんだなと、嬉しいです。んとどっちの入りか入り方面白い、そう私がね、ねえ次の位置えなんだっけ、えこっちこっちこっち、せーのどっちなんですよ。そうもう皆さんね、ライブに来れなかったよって方とか、ライブ来たけどもう一回見たいなって方は U-NEXT にぜひ入ってください。あの見れます、ガールズガールズのライブのあの配信が見れます。キラちゃんの赤毛気づかなくて、本当照明とかね、でもさこうやって見るとさ茶色っぽいじゃん、なんかね意外と肉眼で見た方が赤っぽいです。どっちのめっちゃ良かった、嬉しい。そう U-NEXT で配信されます。なんで赤髪にしたんですか、なんかライブのために染めて、でも染めるなら赤かなみたいな、本当に見た方がいい、嬉しい、みんなみんないろんな方にぜひ U-NEXT に入ってガールズガールズのライブを見ようって言ってあげてください。来週アメリカ帰るけど U-NEXT 見ます、嬉しい。 U-NEXT から花束なんでだろう、ああそういうことね、そうなんですよ、あの U-NEXT 様から花束をガールズガールズいただいて、ぜひ8月から U-NEXT でガールズガールズのライブの配信が見れるので、ぜひ皆さん入会してください。私ももう入会しております、すでに。 DNA 本当にいい曲で、キラちゃんのキラちゃん最後にかっこよくて俺なしで嬉しい。開作中で帰るとき赤髪、赤髪だと思われますよ。ゲストなしにみんな来るけど、まあね5周年なのでね、やっぱ8人で始めて8人で終わらせたい、終わらせたいというか終わりたいっていうね、私たちのね意味も気持ちも込められてると込めました。アイドルズ当たった、嬉しい。そうなんです、あのアイドルズの件も進んでおりまして、皆さんアイドルズ、もう今日滑舌やばい、全然下回んないんだけど、アイドルズ終えてますか皆さん、
あのアイドルズ の, あのドラマがあるんですけど、そのあのなんだそのドラマが出る盛り上げとしてのイベントが今度あって、であのご飯を食べながら私たちと一緒に、私とアイドルズのメンバーと一緒に楽しめるイベントを開催します。もうね、当たった方もねいらっしゃって、すごい嬉しい。眠くて寝そう、ゴー、ね、もう、ね、もう寝る、そうだよね、もう9時だもんね、寝ようよ。カムクイーン山口県、ごめんなさい、カミクイーンはゆずはちゃんちょっとゆずはちゃんかなみたいなね、ろれつが全然回らない。ケイちゃんのご飯もデートちゃんね、ご飯食べながらさ、私たちがなんか楽しい、こうみんなが楽しめる、なんだろう、企画とかあると思うので、ぜひ温かく楽しみに待っててください。お花もいっぱいありました、本当に嬉しいです。今からキラちゃんファンの子とご飯行きます。え、誰、え、なんか、え、ガルファンの皆さんでご飯行った時ってガールズのお話をするんですか、それとも普通になんか透明マントかなんかかぶって、そういうご飯会の、ご飯会行きたいなんなら参加したい自分。台湾のファンありがとうございます。あたたか行っていい、もう絶対来てください。キラちゃんもあと少しで神クイーン、ノー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 神クイーン。かゆい話してる、あ、ガールズガールズのお話してくれるんだ、聞きた、何話すの、何話してるの、超聞きたい、そういうの。ケイちゃんのおごりならご飯、どういうこと、どういうことあ、ご飯会ってことわー、トム動物公園のコラボ行く、嬉しい、そう、それも発表されて、今日やっとファンクラブ入ってきた。あ、そう、今日あの7時半にあのみんなから、メンバーみんなから5周年終えての感想の日記が上がってるので、ぜひ私のも読んでくれたら嬉しいです。結構あの気持ちをめちゃくちゃ込めて書かせていただいたので、あのすごい長文になるんですけど、ほんと暇な時に見てほしい。じゃああと1分なのでスクショタイム入ります。じゃあ何してほしいですか、スクショ何する、ハートでもする、あ、出てきた出てきた、久しぶりだ、あ、桜井さん、マイティーコーゼット、ありがとうね、ライブ来てくれて。何がいいかな、5周年ポーズ、ウィー、うさぎ、はいはい、ご旬ライブガチでよかった、あの見えてました、見えてました、ステージから見えたよ、いるって思って、マジ感動、嬉しい、ありがとね。何スヌピ、ね、スヌピポーズって何、またわからないポーズきた、ゆうハート、うさぎハートはできるようになったんだよ、これでしょ、前回の配信でウサギハートを知らなくて、うやばい、ついていけてないと思って。え、スヌーピーポーズって何ですか、ちなみにマジで最近追えない、本当に追えない、教えてみんな、やばいよ、トレンド女王とか言ってるのに、頑張ります。あのムーミンポーズって何ですか、皆さん教えてください。クレちゃんが言っててガルガルポーズ、え、これってこと、あ、クレタンが来てくれた、クレタンね、今さクレアちゃんがやってたガルガルポーズって何、これ、これのこと、ウィスお願いします、ウィスって何ですか、はいみたいな何、え、これクレアのやつって、え、これだってる、クレタンが来てくれたよ、私もわからんクレタンがいます、皆さん、犬みたいに垂れた耳に、耳を頭の横につける、え、これってこと、
え、これってシナモンじゃないの？え、何のことだ？あの、クリアちゃんも分かっておりません。ガルガルポーズ。何ですか、皆さん。キラキラポーズ。キラキラポーズ。キラーン。猫耳。はい。クリアちゃん、みんないろんなポーズ、そうだね。あのさ、全然さ、ポージングについていけてないんだけどさ、どうしたらいいと思う？知らないポーズがいっぱい。あの、ももかちゃんポーズっていうのは何ですかね？爪？おは、おは。眩しい。完全に始まってる。いろんなポーズがある、本当に。なんか手でスヌーピーのシルエット作って書き込むんじゃなかったっけ？そう、そうだけどさ。え、書いてくれる感じ？これで。え、スヌーピーってこんなやつ？え、これに書き込んで？え、これスヌーピーなる？え、やば。絶対にならないやつじゃん。ごめんなさい。もう大学生だからポーズも疎くて何もわからん。わかるよ。ウィースポーズっていうのを教えてください。もう完全に自分でやるって。キラポーズって何？ K ってこと？ お仕事お疲れ様。ポーズ。K、キラ。キラちゃん、たこ焼きポーズ。はい。ということで、あの、20分になってしまいました。すいません。じゃあ、これで終わりたいと思います。みんな、ありがとう、見てくれて。こんな時間まで、皆さん今日もお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。そしてライブありがとうございました。皆さん、おやすみ。おやすみ。またね、ありがとう。バイバイ、おやすみ。